わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は肝臓組織を試験管の中で再現するための研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学生物生命学部生物生命学科、石田誠一教授の研究室じゃ。一体どんな研究をしておるんじゃ。我々の研究室では、人の体の中で最大の臓器である肝臓の働きについて、それを試験管の中で、再現することを目指して研究をしています。肝臓は、いろいろな働きをしています。その中で一つ重要な働きとして、体の外から入ってきてくる、異物ですね、毒になるようなものとか、その中の一つとして薬も含まれていますけれども、それを代謝する働きを持っています。その働きがなぜ重要かといいますと、これは薬の場合ですけれども、皆様の体の中にいろいろと薬が取り込まれるときに全身を回って、実際に効くところに行かなければいけないんですけれども、一方で薬は異物として外にも、排泄されてしまうことがあります。その振り分けをするのが肝臓で、薬が体の中でよく効くようになるのか、効かないのかを決める一つの重要な役割を持っていて、薬の開発に非常に重要な臓器となっているからです。我々はこのような薬の働きにとって重要な肝臓を試験管の中で再現するための研究を行っています。それによって、皆様により安全で効果的な薬をお届けできると考えております。何やら難しそうな話じゃが、具体的にはどういうことをやっておるのじゃ。肝臓は外見は比較的簡単な臓器なんですけれども、ここにありますように実は複雑な臓器になっていまして、肝臓の肝門脈と呼ばれるところから血液が入ってきて、体全体に血が行き渡るようになっています。この中で入り口側と出口側では、様々な働きがこのように異なっているということが知られています。これを試験管の中で、作り直そうということを考えています。で、具体的にはここにありますような、生体模倣システムと呼ばれるような、今、世界中で研究が進んでいるシステムを利用して研究を行っています。このシステムでは、培地を流して細胞をここで培養することで、肝臓の先ほどの構造を模倣することができると考えております。このようなことが可能になってきたのは、さまざまな細胞が、開発されてくるようになってきたことと、非常に小さな、機械なんですけれども、それを開発する、いろいろな技術が開発されてきたということで、このような、生体模倣システムが今現在可能になってきています。これは今まで薬の開発で多く用いられていたネズミなどの動物実験を削減する目的としても非常に重要になってきている技術の一つとして、世界中での研究が進んでいるということになります。で、我々はこのようなものを作るということと合わせまして、実は一つ生体模倣システムも含まれますけれども、いろいろな生命科学に役立つ技術をいかに人の健康安全を評価する上で活用していくかということを目的とした研究もしております。それがここにありますようにレギュラトリーサイエンスと呼ばれるものなんですけれども、生命科学で開発されてきた技術をいかに医薬品の開発に結びつけて、安全な医薬品を皆様にお届けするかというような研究開発を進めていくということが、もう一つの我々の大きな目標となっております。ふむふむ、今後の展望はどのように考えておるのじゃ。我々の研究室では、説明しましたような生体模倣システムという、最先端の技術を用いた研究で、まずは、皆様に安全で効果のある薬をお届けしたいと、そのようなシステムを作っていきたいと思っています。またそれを通して、そのような科学技術が世の中の中で、より広く安全に使うことを目指した、研究開発の精神も養っていきたいと思っております。石田教授率いる崇城大学生物生命学部生物生命学科のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。